えー、それではね2024年3月23日の暗号通貨ニュースになってきますけども、えー、暴落した暗号通貨の出来高時価総額が400兆円を盛り返しましたね、えー、最高値で直近でしたら430兆円まで行きましたんでまだまだね30兆円のギャップがあるっていうことなんでそれをこれから取り戻していただければなと思っておりますそれぞれぞの個別通貨に投資している方も 一瞬含み損をね、経験したと思いますけども、暗号通貨ってのはこれの繰り返しなんですよね。まあそもそもね、1ヶ月ほど前になりますけども、この放送の中で時価総額のお話をした時に、377兆円っていうね、まあそういった金額でこれからも上がっていくんじゃないですかっていうふうな、上り上昇の時、これをね、思い出していただいている方もいると思いますが、上り上昇の時で377兆円、それが430兆円まで伸びたのがこの1ヶ月で起きたことなんですよ。ね。そのように、 だいたいね、10%ぐらいの上下ってのは結構起きるんですよね。だって377兆円からね、430兆円まで一気に上がったんですよ。これ50兆円ぐらい膨らんだわけですよね。で、全体が400数十兆円ですから、ちょうど10%落ちたら、430兆円から370兆円までいくってことですからね。で、そうなってくると、今402兆円っていうのは、とりあえず一定の400兆円っていうラインを超えて、377兆円の時に、銘柄を、 暗号通貨でね、投資された方にしてみたら、まだ含み益があるって状態なんですよ。ただ、420兆とか430兆円ぐらいの時に購入した方っていうのは高値掴みをした状態になってます。今の時点ではね。でも、この402兆円の本日の時価総額ですけども、これからね、500兆円とか1000兆円になるというふうに見込んでいる方にとってみたら、まだまだ買い時っていう判断ができるわけなんですよ。じゃあ、いつ500兆円、1000兆円に行くのってことですけども、これはわかりませんよ。 今年中に行くのか、それとも10年後なのか、30年後なのか。だから、ご自身の人生のスケジュールがですね、差し迫っているならば、その力量に応じた、まあ、ドローダウンポイントを持っておかなければならないかなっていうところですよね、うん。なんか投資なんでね、1000年も寿命があったら誰でも利益出せるわけですよ。でも問題なのは、寿命がそこまでないわけでしょ。40代とか50代、場合によっては60代で暗号通貨の投資をされている方。 20年も30年も投資やってらんないですよね。早く儲けたお金を自分のね、自国通貨建ての日本円とかにして、今度は消費者として人生を楽しまないと、投資だけやってお金は増えたけども、でもそのお金を使ったことはありませんでした。ではね。本当に投資を楽しんだ人になっちゃいますから、それも、それで悪くないんですけどもね、うん。結局は生活を豊かにするために投資を始めたのに、 投資をするために生活を貧しくしているってことにもなりかねませんからね。はい、いろいろと申し上げましたけど、個別銘柄に感じましたビットコインがやっぱり時価総額400兆円を超えると1000万円を超えるかなってところと、イーサリアムも50万円ですが、これを超えていくよねっていう相関関係が見られます。エクサルフィーはほぼね100円になってほしかったんですけども、ちょっと遅れてるかなっていうところと、体の枝がね、ランキングを10位に落としてます。でも価格は 9位の時よりも上がってるわけですよ。これがどういうことかっていうと、他の通貨が、ああ、もっともっと上、どう何上昇してるってことですよね。例えば、同時コインなんてものすごいパワーで上がってきてますね。ソラナもそうですよ。ものすごい急激に上がってきてます。このソラナと同時コインがごぼう抜きしてるおかげで、カルダノが、外ね、カルダノの価格も上がってるんですけども、その上がり幅、上がり幅に追いついてないってことになります。そして、芝犬、追い上げてきましたね。20位、外から、 1>, 1月には20数位だったわけです。30位内には入ってましたけどね。それが0.0014円を超えて、今は0.004円ですから、未だに1月の価格から3倍値をつけてるってことで、芝のに投資された方は、軒並み利益を大きく増やしてるんじゃないかなと思います。ですんでね、あの、利確ポイントっていうのをお話ししましたけども、そこで利確した方もいるんじゃないかなと思います、はい。じゃあ今日はこのぐらいにしておきましょうか。はい。では、また明日。